8月17日水曜日の山梨イマジンは、キスビンワイナリー醸造家の斉藤真由さんを紹介します。斉藤さんは海外での経験を経て山梨に移り住みました。山梨で理想のブドウと出会い、ワイン作りをスタートさせた斉藤さん、そのワイン作り、ブドウ作りの思いや魅力に迫っています。8月17日水曜日の山梨イマジンをぜひご覧ください。